こんにちは、アノマです。パープルプレイヤーやっていきます。今回はパープル部員大歓迎 SR 選択ガチャ券の解説ですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、ログインをしっかりされている方に関してはすでにこのパープル部員大歓迎 SR 選択ガチャ券ゲットできていると思います。僕もね、先ほど朝起きてログインしたらゲットできたので、まあ、この解説をね早速やっていこうかなというところでございます。はい。で、中身こんな感じで、今回は10キャラから選択できるようになってます。上から、キクドアイダー、彦星の国獣、サータリマチ、タテハシ、つかみともえ、ワールドクラスの友沢、ワイルドのノーミ、誓いの魔球、星スバル、本番、コエプロンの夢しろという、結構有能なキャラクターが勢揃いしているので、まあ、どれ選ぼうかな、誰にしたらいいかなって方も多いと思います。で、そのあたり、まあ、その僕なりのおすすめを皆さんにお話しさせていただくとともに、まあ、先に皆さんに一つ、前提条件をお話ししておくと、まあ、新キャラとか環境の変化もあるので、今すぐ選ぶ必要もないというのは頭に入れておいていただければいいかなっていうふうに思います。その上で、今だったらこうかなっていうおすすめをさせていただきますので、そのあたりよろしくお願いいたします。ということで、今すぐに取らなきゃいけないんであれば、僕は沢谷町を押したいかなというふうに思います。で、沢谷町に関しては、常設キャラクターなので、他のキャラクター、限定キャラたちですね、に比べれば、取得難易度は低いし、その希少性っていう意味ではそこまで高くはないかもしれません。ただ、環境にめちゃくちゃ合ってるかなっていうふうに思ってます。で、まずエジプトの野州の環境の話をするんですけど、やっぱりこのタックとやる気効果の値が高いキャラが非常に活躍しやすいし、走塁鍛錬でかつ、走力の上限もね、ついていて、かつ、超特殊能力も2つもらえると。一発逆転王と外角筆打ですね。まあ、この強化も入ったことで、サータリーの評価っていうのはぐんと上がったかなっていうふうに思います。で、ピッチャーの話を後でさせてはいただくんですけど、ピッチャーでも不屈の魂と怪物球威、ニコドリができるキャラクターになっているので、桃鉄高校でも全然活躍できるキャラクターになってるかなっていうふうに思います。で、今回は SR の選択ガチャ券なので、この潜在能力の方の下の段ですね、肩力の上限アップはつかないんですけど、それでも十分すぎるほどのスペックあるかなっていうふうに思ってます。で、先ほどの希少性の話の裏返しで、まあ、取得難易度が低いからこそ上限解放も進めやすいっていうところもお勧めしやすいポイントかなというふうに思ってます。なので、まあ、今の環境、エジプト環境とか桃鉄環境を考えると、まあ、一押しはサータリなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、先ほど話をさせていただいた通りで、まあ、いろんな新キャラとかいろんな環境で、まあ、こういう話っていきなりこう手のひらくるくるってなるので、そこだけ注意いただければいいかなっていうふうに思います。ということで、まあ、一押しはサータリなんですけど、他のキャラクターたちも非常にいい面たくさん持ってるキャラいると思います。で、先にピッチャーの話からしようかなっていうふうに思ってて、数も少ないんでね、ピッチャーに関してはキクドアイラ、一応二刀流のサータリとつかみともえで、星スバルエプロンの夢しろという感じになってますね。で、この中ではキクドアイラと星スバルが金徳ニゴドリのキャラクターになっているので、まあ、そのどちらかを選択すればいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、アイラちゃんに関しては超特殊能力に鉄仮面が入っているキャラクターになるので、まあ、ここは誰かしらとうまく組み合わせるキャラクターがいれば、まあ、選択してもいいのかなっていう感じになっております。で、アイラちゃんに関してはこのボーナステーブルめちゃくちゃ優秀で、試合経験点 10%、 精神ボーナス8、技術ボーナスも固有で入ってっていう感じになっていて、さらにスタミナ上限も入って、金徳ニコドリ急速変化なので、まあ、将来性もまだまだ高いキャラかなっていう風に思ってます。かつね、ボーナスに隠れている体力の消費ダウンっていうのもめちゃくちゃ強いので、まあ、個人的にはまあ推したいキャラの一人かなって感じです。で、スバルに関しては、キクドアイラより今の環境であれば合ってるキャラクターかなというふうに思ってます。まあ、桃鉄環境であればスバルの方が選択はしたいかなっていうふうに思ってます。で、スバルに関しては、
練習効果が 20% で得意練習率アップとコントロールのコツがついていて、コントロールの上限もね4つくキャラクターになってます。でメンタル練習変化っていう形のちょっと特殊な得意練習ギミックになっているので、まあそのあたりもなんか将来的にねこういうキャラいたらよかったなっていう一人になれる可能性はあるかなっていうふうに思ってます。で超特殊能力はスターダストシュートと変化球プライド、もしくは二刀流が選択可能という感じですね。でスバルも潜在能力の技術ボーナスですね、これがついていない形になります。ただ桃鉄高校は技術結構余る形ですし、まあそんなに練習でどうこうっていう高校ではないので、まあ全然気にしなくてもいいかなっていう感じが、まあ投手の話になるかなっていうふうに思ってます。まあこの二人か、まあそのあたりを選んでおけば投手は間違いないかなっていうところですね。はい。で次に野手の話をしていくんですけど、野手は結構選び方難しいかなっていうふうに思ってて、まあおすすめのそのあたりは置いておいて、まあエジプト環境のキャラクターを取っていくのか、まあ将来性を加味して、まあチケット置いとくのかっていう選択になると思います。まあ、ただのこうスペックだけの話をして選んでいくんであれば、やっぱ彦星国獣とかは結構おすすめかなというふうに思います。エジプト環境であればね、サータリーと同じテーブルになっていて、スペシャルタック130、やる気150の、固有は、技術ボーナスと骨イベントっていう形になってます。であとは補給の上限がゲットできるキャラクターになっているというところと、あとは勝負師ですね、ストライク送球もそうですけど2色できる金属が入っているっていうのもポイントとしては大きいかなっていうふうに思ってます。で彦星国獣に関しては遊戯王コラボですでに始められている方で、会話セットとかをしっかり入れているっていう方とか、あとはゴブリンですね、まあ、あのあたりの解放が進んでて、まあ、結構使ってるんですよねって方は無理して取んなくてもいいかなっていう感じですけど、まあ、マサラの状態だったら国獣も全然こう入ってくるキャラクターになってくるかなっていうところでございます。であとは正直今無理して取る必要ないんですよね。まあ例えば本番校とかは、まあ、未だにやっぱ強いなっていう風に思う面たくさんあります。筋力守備の2種類になってるし、やはりテーブル強いですよね。敏捷ボーナス10、精神ボーナス8、そして練習改革と。パワーの上限もついてるっていう感じになっていて、かつね、軽い金徳の重戦車取れて、まあ、重い方でも査定金徳高いんで、まあ、ここもいいかなっていう風には思うんですけど、やっぱり、サータリー、しおりちゃんの登場で、ちょっと一段やっぱり、片落ち感は出たかなっていうところと、まあ、今、2種類のキャラが輝く環境では、野手の方はないので、まあ、ちょっと、まあそこまで選ぶ感じではないかなっていう風にも思いますし、まあ2種類のキャラであればやっぱ友沢とかも同じような感じの理由になっていて、まあ2種類を使う環境ではそんなにないんですよね。で2種類のキャラクターってやっぱりその2種タックが光るっていうところで、スペシャルタックボーナスがその分ね半分になっているので、まあ、そこのタック力の高さっていうのがなんともっていう感じになってます。で友沢に関しては総力の上限がついていてっていう感じになってるんですけど、ミートの上限がPSR でないとつかないので、まあ、そのあたりもちょっとマイナスポイントかなっていうふうに思ってます。ただまあ金徳は2周取れて SR でも十分強いキャラクターなので、まあ、検討はしてもいいかなっていう感じが野手の状況になってるかなっていうふうに思ってます。まあ、つかみともえとか縦足、あとはワイルドの海も別に弱いキャラじゃないし、まあこう単連のキャラっていう意味では、ワイルドの海と縦足とかは、まあ、選択しても、ま、いいかな。特に脳みに関しては、勝負し取れて、あとは、この、上限ですよね。総力と守備2周になってるんで、まあ、割と、特に初心者の方とかだったら、おすすめできるキャラクターではあるんですけど、まあ、今はゆっくりでいいかなというのが、正直なところかなというふうに思います。あとは皆さんのお手持ちに合わせて選択いただくっていう形にはなるんですけど、まあ現状はそういう判断を僕の中ではしてるかなっていうところですね。まあ急いで取んなくてもいいんじゃないかな。まあ今日来るかどうかは全然わからないんですけど、まあ貧乏神がそろそろ実装されるんじゃないかっていう話とか、あとはまあ野手の強化高校もね、
そろそろ来るんじゃないか、まあ、5月中ぐらいなんじゃないのっていう話が、まあ、SNS 上とかでも飛び交っているので、まあ、そのあたりを見てから判断でもいいかなっていうふうに思ってます。まあ、今すぐ撮るんだったらこんな感じですよっていう話を一緒にさせていただいて、今回は終わろうかなっていうふうに思います。ぜひぜひ皆さんのご感想も一緒にお聞かせいただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。